道南の鹿部沖で無人で旋回する小型漁船が発見され、その船に乗っていた50代の男性が行方不明となっています。こちら海上で見つかった小型漁船です。船内にはカゴやそしてロープや網などが取り残されています。行方不明となっているのは小型漁船第二神話丸の船長池田和春さんです。午前10時18分ごろ、道南の鹿部沖で無人で旋回している漁船がいるので人が落ちたのではないかと佐原漁業協同組合から室蘭海保に通報がありました。佐原漁協によりますと、池田さんはナマコ漁をするため午前5時30分に佐原漁港を一人で出港したということです。室蘭海保などが現在も捜索を続けています。